MLB、大谷翔平のバッタリングで起こった新しいルールの違反が話題となり、ヤンキースの左腕がショックを表明、ショッキングだ。エンゼルス、大谷翔平投手のバッタリングで、ヤンキースのワンディペラルタ投手が受けたピッチクロックの違反の判定が話題となっています。20日、日本時間21日に行われた、ヤンキースタジアムでの一戦です。7回に死にるい2点差に迫られたところで、左腕は20秒以内に投球動作を開始しなかったとして違反を取られました。 大谷が顔を下げていた。残り時間を考慮すると、大谷にストライクが宣告されると思っていた。と納得いかない様子だったと言われています。バッターはピッチクロックが残り8秒になるまでにバットを構えなければなりません。ペラルタは、残り8秒になるまでに大谷の目線が投手から外れていたと指摘しました。通算330試合登板を誇る左腕は、投手はバッターが顔を上げたときに投げます。ピッチクロックでストライクになると思っていたら、逆の結果になってしまいました。 ショックなことで驚いていますが、これが現実です、と憤慨した様子でした。ヤンキースのアーロン・ブーン監督もピッチクロックの違反の判定後に審判に確認しました。私は、ピッチクロックの時間を把握できていませんでした。でも、トレビ、保守のトレビーノは大谷が準備ができていないと確信を持っていたので確認しました、と話しました。結局、大谷にはストレートフォーシームを打たされました。この日は勝敗に影響することはなかったが、 色々と考えさせられる判定となりました。このルールは試合時間の短縮のために採用されましたが、明らかにアメリカ人の合理主義的な考えによるものだと思われます。この背後にはスポンサーやテレビ中継などの利害関係があることは間違いないでしょう。とはいえ、投手もバッターも審判も、このピッチクロックに囚われているような気がします。見ている人もカウントダウンを気にしてしまいます。バッターと投手の間の距離は非常に敏感なものです。言い換えれば、 相撲の立ち合いに相当します。両者の息があった瞬間に一触触発し、勝負が始まります。その静かから胴への切り替わり、それが相撲の醍醐味だと思いますが、野球も同じです。機械的にカウントダウンに合わせて投げて打ちます。バッティングセンターのピッチングマシンではないのですが、時間に追われている感が強く、このような行き違いもまだまだありそうな気がします。時間を守れば集中力も高まるかもしれませんが、日本では採用しないでほしいと思います。 ピッチクロックの導入は良いと思いますが現行のルールはバッターも投手もに対してせかしすぎですよね急いでというより遅すぎは許さない程度に改定してほしいと思いますピッチクロックが過剰な時間稼ぎを取り締める仕組みであれば10分に意味がありますが現在の15秒20秒では投手もバッターも明らかに乱れており実際には野球の緊張感や緊迫感を妨げる弊害になっていると感じます おそらく30秒でも10分な時間短縮効果があるでしょうし、打者や投手が打席やプレートを外す回数に制限を加えるだけでも効果があるはずです。MLB では、ルールの導入後、時間が短縮されているので、この取り組みは正しかったという考え方が止まらないということですが、なんとなくそのまま放置されてしまいそうな気がします。大谷翔平がヤンキースに移籍すると、熱狂状態ではなくカオス状態になると、黒田博樹氏は自身の経験から確信しています。 ボストンとニューヨークに続いて、米国東海岸での7連戦が終了しました。過去を振り返っても、エンゼルスの大谷翔平投手、28歳に対する地元メディアの注目度が最も高かったと感じられました。それもそのはず、今オフシーズンには大谷がフリーエージェントになります。レッドソックスやヤンキースが拠点とする球場や都市は大谷が好きかといった話題が尽きなかったのです。19日、日本時間20日、ヤンキースとエンゼルスの3連戦の2試合目で、 ヤンキースの OB である黒田裕樹氏48歳が始球式を務めましたその後の日米メディアからの取材でも大谷に関する質問が多かったと思いますもし大谷がヤンキースに来たらといった質問に対して黒田氏は丁寧に対応しましたニューヨークはとても盛り上がると思います私がプレーしていた時は大変でしたが終わってみて思うのはここでプレーしたことがとても素晴らしい思い出ですし プレイヤーとしても大きく成長させてもらったということです。12年から3年間で38勝33倍、防御率3.44の成績を上げました。初年度はポストシーズンでも活躍しました。辛い経験も甘い経験も味わいました。常に勝つチームの先発ローテーションを担うことが大変であることを知っています。少し微笑んで、これを明かしました。マウンドは本当に怖かったです。いろんな球場で踏ませてもらいましたが、ニューヨークのマウンドは特別だと思います。 37歳からの3シーズン、経験豊富なベテランでも、怖さがあると語りました。その後、このように続けました。私が最も覚えているのは、私の最後の登板がジャイアンツの最終試合で、最初の2打席で連続ホームランが打たれて、大きなブーイングを受けたことです。その後、自分はしっかり投げられましたが、苦しい思いをたくさんしました。立ち離れて、再びここに来て、始球式でマウンドから、このような景色を見られることは本当に、 ヤンキースに感謝したいと思います。厳しい環境の中で懸命にプレーし、結果を残したことがある。そのため、球団もファンも熱心に歓迎された。かつて大谷も1年目にニューヨークのファンから大ブーイングを浴び、メディアにも酷評されたことがあったが、今は MLB のトップ選手として二刀流として活躍している。これはまだ想像に過ぎないが、もし大谷がヤンキースに移籍すると、熱狂的な状況ではなく、カオス状態になる可能性が高いと言える。 黒田氏は自分の経験から確信します。彼は私たちと全く異なるレベルのことをやっているので、多くの大変なことがあるかもしれませんが、素晴らしいチームには間違いありません。結局、所属先はどこになるのでしょうか。ボストン、ニューヨークの注目度が、FA の大谷への注目度を如実に物語っていました。大谷選手がヤンキースに移籍すると、エンゼルスがいつものように下記の終了を迎えると、トレードの話題が出て、シーズンオフには FA、 フリーエージェントの可能性も高いと予想されます。ほとんどの MLB チームからのラブコールを受ける大谷選手が FA 後、どのようなことが起こるのか。ワクワクしますが、それはまだ先のことで、まずは大谷選手と一緒に日々の試合を楽しんでいきましょう。大谷選手は今シーズン開幕前に、FA のことよりエンゼルスでチャンピオンリングが欲しいと述べていました。彼は日本のファイターズを日本一に導いたり、WBC で侍ジャパンを世界一に導いた経験があります。 今後、どんなことが起こるのか、一つのファンとしても楽しみですが、今はまずはトラウト選手らと共に、激しい秋を過ごして、ポストシーズン進出、チャンピオンリングを手に入れて、みんなで喜ぶ姿を見たいと思います。大谷選手が巨人に移籍した後には、期待通りの活躍ができずに酷評されたことを思い出しました。もちろん、大谷選手は次元が違いますが、個人的にはヤンキースのユニフォームは合っていないような気がします。野球は生まれてから、 選手の技術が向上しながら、シフトやワンポイントも培われてきました。しかし、今の時代に馬、ま、が時短の理由でなくなってしまうということは、私にはまだ理解できません。昔は、イチローが歓声を浴びた瞬間や、モリーナが座らないように間を作った場面もありましたが、今はそういった感動的な場面もなくなってしまうということは複雑なものです。ルールが曖昧で、選手のタイミングに頼りすぎていると感じます。キャッチャーがボールを返すタイミング、 バッターが構えるタイミング、ピッチャーが投球するタイミング、さらにはカウントを切る人のタイミングが全て合わなければなりませんが、それをアウンの呼吸に頼りすぎていると感じます。アメリカの風土にあった合理的なルールを採用するべきだと思います。特に、各タイミングを球審が合図を送って制御することがより簡単です。完全な指揮者のようにこなす必要はありませんが、従来よりも試合時間の短縮が求められています。このままのピッチクロックのルールだと、 野球の第5味である間が消えてしまい、窮屈な試合になってしまいます。野球はサッカーと違い、間を楽しむ部分があり、間を通じて多様な考えを持ったり、想像力を刺激することが野球の魅力です。このような状況では、日本のプロ野球には導入したくありません。新ルールになったとはいえ、自分の想像での行動は避けなければなりません。これは全てのスポーツで同じことです。サッカーでのオフサイド判定やファール判定なども同様です。 審判が判断するまでは、冷静にゲームを進めなければなりません。ピッチクロックについてはまだまだ改良の余地があります。審判、選手、ベンチ、さらにはファンすべてが理解することが難しい状況です。今回は、選手、大谷選手が構えたということは、どのように判断するのでしょうか。審判がストライク判定を下さない限り、投手は自分で判断せずに投げなければなりません。ですが、打者が構えてから最低7秒はあると思われています。 新しいルールにより難しい状況が生じていますが、いつまでこの状況が続くのかは未知数です。このような考え方をすると、投手が投球の前に自分の準備を終えてから、ピッチャーが投球フォームに入るタイミングに合わせてバットを構えるだけということができます。常にピッチャーの動きを見張りながらバッターボックスで注視する一郎の目と体の動きは、本当に断りにかなっていたことがわかります。